すみません。はい、何やってるの？今回テーマが再発見ということで、コロナの前からやってたネタがあるんですけれど、それが今もできるかどうか。どういうの？頭からパンツを履くことができるんです。やってみたら？そうですね、やってみます。でもその前に服を脱ぎますね。せーの、3、2、1。はい、どうもありがとうございました。早いな。ただこれはね、コロナよりもずっと前からやってたネタなんですよ。それでは頭からパンツを履いてみたいと思います。いきます。せーの、へへへへへ、レディーゴー。はい、どうもありがとうございました。頭からパンツを履くとございました。履けるもんだね。いや、履けましたね。意外とやっぱりずっとやってるとね、できるもんですね。他のネタは、パンツインパンツというネタがあります。どういうの？ですね、つまり、このパンツを履いて、このパンツを脱がずして、中にこのパンツを履くんです。やってみたら？そうですね。じゃあやってみましょう。それでは、久しぶりに、パンツインパンツ。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 ルールル。パンツインパンツ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 。ルールル。パンツインパンツ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 。ルールルル。果たして、中にパンツは履けているのか？パンツインパーン、履けてるね。いや、よかったよかった。いや、履けるもんですね。なんかちょっとありがとうございます。自信がつきました。他にもね、パンツを脱ぐと同時に履くとかいろいろあるんですけれど、まあ、今回5分なんでね、これぐらいにしておきます。他のネタはありますよ。コロナの間にね、開発したやつがあるんですよ。ちょっとこっち来てくださいよ。ですね、今までこれずっと見てた人、もしかしたらずっとナレーションが被ってたのかなと思ってるかもしれないと思うんですよ。そうかもしれないね。以上、ここまでですね、ずっとコロナの間に練習した腹話術でお伝えしました。よろしく。